ご視聴ありがとうございます。旅行映像シリーズ広島山口編、本作はその5本目の映像作品です。前回配信した第4話で考えついたテーマをしっかりと引き継ぎつつ、尾道市での一人旅を楽しみます。ぜひ最後までご覧ください。ついにやってきました。改札の向こうに観光案内所が見えます。いろいろと情報をゲットしてきましたので、尾道にゆかりのある文豪を訪ねてみようと思います。真正面に神社のようなものが見えてきました。こちらを見ますと手水舎がありますし、神社の方でいいかなと思っていたんですが、全く逆方向を歩いてました。横断歩道が青になっているので、今のうちに渡ってしまいます。まずは戦前から戦後にかけて活躍した文筆家林芙美子の像が駅前の通り沿いにあるらしいので、行ってみようと思います。もっと時間がかかると思ったんですが、見つけました。こちらが林芙美子像です。たった今思い出しました。林芙美子といったら、森光子さんがライフワークとして演じていた舞台放浪記の原作者なんですよ。見切れちゃって見えてないんですけど、一文がここに刻まれてるんです。海が見える、海が見えた、5年ぶりに見る尾道の海は懐かしい。木桶だったところはないんですけども、それだけに心に染み当たる言葉ですね。林芙美子像のすぐ脇には尾道本通りというアーケードがあるんです。このアーケード、どうやら林芙美子にちなんで尾道芙美子通りとなっているようです。で、このアーケード街に尾道林芙美子記念館、林芙美子旧宅公開中、金土日しか空いていないそうです。ちょっと残念。このアーケード街と海沿いの方に尾道ラーメンが食べられるお店たくさんあるらしいんです。なんかワンちゃんがいる。まるで尾道本通りのマスコットキャラクターのようなワンちゃんですね。バイバイ、また会おうね。観光案内所の方に聞いてましたけど、尾道ラーメンのお店いっぱい軒を連ねてます。ただ営業しているお店が見当たらない。言い訳がましいようですけど、今回の広島編あんまりグルメ的なことを積極的にやってないんですよね。いいお店があれば事情を説明してご商売のちょっとしたお手伝いができれば、そして美味しい思いもさせていただければなお一層嬉しいんですけど。面白いもの見つけちゃいました。奉行所跡。奉行所ってあの奉行所ですよね。今この石碑しか立ってませんけど、尾道にも奉行所があったんだ。で、奉行所の石碑のお隣にあるのが尾道商工会議所。随分レトロな雰囲気の建物ですね。あれ、ちょっと待って、これ言っていいのかな。大好き見てたアニメ早急のファフナー、尾道とまさかのコラボ。こんなところで出会えるとは全く思ってなかったです。この線路をくぐり抜けた向こう側に志賀直哉の急遽あるみたいなんで行ってみようと思います。尾道って坂の道ですけど、本当に尾道に来た実感が湧いてきましたね。
ついに見つけました。この先です。先ほどちょっと見ていただいた通り、かなり狭いんですよね。志賀直哉は急遽尾道文学公園の中にあるそうで、それがここなんですけど、画面中央階段の先に志賀直哉が尾道にいた頃過ごしていた邸宅あるらしいです。しんどかった。あ、でもありましたよ。ここが志賀直哉の旧居です。結構険しいところにありました。この張り紙にある通り、志賀直哉の邸宅閉館していて、屋敷の内部を見ることができないようになってます。なんで尾道で志賀直哉の旧居に興味を持ったのかについては、ぜひ関西福井編の城崎温泉のエピソードを思い出していただきたいんです。城崎温泉といえば、志賀直哉が城崎にてという代表作を書いた場所なんです。その志賀直哉が尾道にも住んでいたことを知ることができた、この感動は何者にも代え難い幸運なことだなと思いました。それでは尾道本通りに戻って、尾道ラーメンで尾道での一人旅締めくくりたいと思います。志賀直哉が住んでいた屋敷から割と早く戻ってくることができました。これでやっと自慢の一杯なんとかいただけそうです。尾道ラーメンが食べられるということで、撮影交渉をした尾道中華そばオラーチョさん入りたいと思います。こちらがメニューです。というわけで、入店と同時に注文していたオラーチョさんの尾道ラーメンご紹介したいと思います。味玉尾道ラーメン1杯900円。初めて体験する背脂の効いた尾道ラーメン。うわわ、湯気でレンズが曇るほどの熱気が。ということで、こってりした味なのかなと予想していたんですけど、逆にあっさりと優しい味わいのスープに麺がよく絡んで、この麺も弾力があって食べ応えがありますね。舌に染み込むような優しい美味しさ。私もよくスープを吸ってて美味しいですね。水の刻みなくなるような美味しい麺まだ。お水もいただきつつ、お腹いっぱいになりました。最高の気分です。ありがとうございました。失礼します。名残惜しいですが、そろそろ尾道での一人旅終わりの時間が近づいて、また迷ってる。こちらのお店さんです。 YouTube に上がっちゃいますけど大丈夫ですか？大丈夫です、はい、じゃあ延長戦いきます。メニュー表こんな感じになってまして、おすすめはスタンダードなレモネードかレモネードソーダ。こち
ちらがレモネードソーダ L サイズ、肝心の中身の方こうなってまして、この部分折り返してあげるとすぐ飲めるみたいです。本当に良心的ですよね。ああ、一言で言うと爽やかさが体中にふわーっと広がる感じです。お世辞なしに飲みやすいです。尾道駅に帰ってきました。三原、尾道と乗り継ぎの旅をしてきましたが、そろそろエンディングの時間です。今回の旅行動画楽しんでいただけたでしょうか。ぜひコメントと高評価、そしてチャンネル登録をお願いします。次回の広島山口編第6話は、新幹線で行く3ヶ月ぶりの広島がテーマです。ぜひ楽しみにしていただければと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。